中国では今、銀髪経済と呼ばれる高齢者向けのサービスや市場が急拡大しています。シニアケア博覧会には日本からも30以上の企業が参加しています。急拡大する中国の高齢者産業に熱視線が注がれています。中国江蘇省で21日、高齢者向けのサービスの博覧会が始まり、日本からも32社が参加しました。会場には介護用のベッドや高齢者向けの椅子、血圧計などが展示されていました。高齢化が進む中国では、銀髪経済と呼ばれる高齢者関連の市場が急拡大を続けていて、研究機関の推計によりますと、2050年頃には40兆元、日本円で800兆円規模にまで拡大すると予測されています。